はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、今週点検してたり、あとは車検の方通してたりした車たちがね、何台かございました。なんで寒くて今週雪降ったんです。んで寒くて、もう今これ乾いてんだけどね、乾いてんだけどちょっとだけこれ雪残ってんの、この辺のこれね。寒くて外装の、仕上げの方までちょっと今週できなくてね、まあ内装までは終わらせた車だし、来週中には値段出しできると思うんですけども、まあとりあえず何台か仕上がったのがあります。まあ、この辺の池ワゴンなんかもね、これ先日ね、私のお友達の車屋さんの方から譲ってもらった車なんですよ。新車の下取りなのかな、何かの、下取りで入ってきた車だってことで、今回ピースの方にね、譲っていただいたお車でした。ありがたいね、本当に。この動画も見てくださってるかな、いつもお世話になってます、ありがとうございます。走行距離が9万4000キロぐらいの池ワゴン、車検の方も1年ぐらい残ってる状態ね。まあこれといって大きな痛みもなさそうな車でしたね。いいねこれ。タイミングベルト、あと、オートテンショナー、ファンベルト類、あとサーモスタットは交換した方がいいかな、ね、これ今パーツ手配中です。来週中にはパーツの方交換しながらお店の方に並べられるかと思います。いいね、池ワゴン、これいいんだ。なんか変な壊れ方しなくてね、なんだろうな、ピースでもね、よくこのモデルの池ワゴン仕入れしてくるんですけども、おすすめですね。たまにね、ミッションおかしいのあったりしますね。ほんとたまになんですけども、これ壊れた時ね、ミッションおかしくて壊れてるのあるね。まあ、それやばいもんね、そうなっちゃうとね。ミッション壊れてるやつはやめた方がいいですね。まあこれに関しては調子良さそうでした。まあとりあえず今からパーツの方交換して、あとは外装仕上げて終わりか、ね、中身のルームクリーニングまではやりました。まあとりあえず来週中には仕上がります。あとこの辺の担当ピースでも最近やっとコンスタントに入荷してる担当ね、これ外装の仕上げだけできてません。13万キロがな、21年式の、ダイハツ2代目モデルの担当ですね。車検の方も合格してで中身まで終わってます。人気どころだね、こんな感じの、はい、ナビついてんだね、スマートキー。内装まで終わってんだけど、外装来週中には仕上げます。今日ね、本当は挑戦してたんです、外装を洗おうかと思って挑戦してたんですけど、寒くて水凍ってくるんですよねで、今日はいいやと思ってね、今日はもう洗うのをやめましょうって、その代わり内装を全部仕上げましょうってことでね、内装だけ全部仕上げました。あとこの EK ワゴン、あちゃあちゃあちゃ、 AZ ワゴンだね、これも仕上がった車、9万キロちょっとかな確かね、23年式。これエアコン弱いんだよ、エヴァボレーダーって、室内のねエアコンのガス回ってるとこなんですけど、よくガス漏れを起こしてるタイプの車でね、でもこれ匂いクンクンって嗅いだけど全然匂いしなくてね、調子いいね。これはエヴァボレーター大丈夫でした。とりあえず内装外装仕上げで、あと値段出ししていきます。あとこれライフ、平成20年式かな、何年式だったっけかな、これも21年かな、最近もう20年式前後のばっかですね、買い付けしてきてるのが、ピースで大好きなホンダライフ。10何万キロだった、9万1600キロ、9万2000キロだ、こいつもとりあえず、仕上がりました。これ HIDヘッドライトが HID なんです。珍しいんですよね。まあこれも値段出し、あと改装仕上げて終わりですね。あとこれ初代モデルのダイハツさんとなのもね、仕上がりました。これ何キロだっけかな。結構ね、走行距離は乗ってたかと思います。あ、でも9万4000キロですね。これは9万4000キロの初代モデルのダイハツさんと、ね、今週はこんな感じの車たちが車検の方を通して、内装までは終わってます。外装の方が仕上がってません来週中にはね、天気の方を見ながら
外装の干し上げやって店頭に出していきたいと思います。あとまあパーツ交換するやつもあったんでね、先ほど映してたイケワゴンみたいなね、パーツ交換しないといけないのはパーツの方交換してから店頭の方に出していきます。いいね、どんどん車仕上げていかないとね。いやでも寒い。この辺のこれ、車検2年付き込み込み価格で表示している車だし、店頭お渡し価格ポッキリ価格、全部込み込みで20万円とかね、ピースで一番得意なところです。20万円30万円の軽自動車が一番得意でね、取り扱いやっております。この辺の担当なんかもいいんじゃないかな。20年式2代目モデルの担当ですね。車検2年付きで、新品タイヤの方も付けさせていただいてね、ワンセット新品タイヤ付けさせていただいて、店頭渡し価格が30万円で全部込み込みとなりますね。どんどんこんな感じで車の方店頭にね並べていきます。今週も今日ね、日曜日ピースの1週間が今日で終わりでございます。あっという間だね、本当に早い。そろそろこれピースのタイヤハウスなんですけれども、ピースでねタイヤの方も販売しておりまして、もうタイヤのもう時期終わったんだけどね、大体ね、ちょっと逆光でちょっと見づらいかな。こんな感じでね、12インチ13インチ14インチ4本セットで、新品タイヤ2万2000円からで販売しております。中古ホイールに、タイヤは新品のタイヤ組み込みさせていただいて4本セットでね販売させていただいておりました。サットレース、もう時期的にサットレースはもう大体ね、終わったんですけども、もうこれからは、ね、春先に向けて夏タイヤの方をまたどんどん組み込みして、このタイヤハウスの方にね補充していこうかなと思っております。まあ今からねまた今年のタイヤの値段がいくらになるか、入荷した金額に応じてね、値段の方を付けさせてもらってはいるんですけれども、まあ一括にね、ドカッと一気に、仕入れの方をやって少しでも安価でご提供できるように、まあね、ちょっとでもタイヤ代が今年上がっちゃうかどうか、アルミホイールなんかも上がっちゃってるしでね、なんとも最近何でもかんでも原価が高くなってますね。エンジンオイルの、エンジンオイルなんかもやっぱ値段の方上がってたりで、本当にね何やんのにもねちょっとずつちょっとずつねじわりじわりと値段上がってるような感じで、まあねでもまあできる限り、うん、まあ、少しでもね、安価でご提供できるようにできる努力はしようと思いながらやらせてもらっております。まあでもこの軽自動車のタイヤ自信ありますね。ピースでこの軽自動車の販売してるやつで、まあ、先ほどもご説明させてもらってたんですけども、タイヤもう込み込みで販売させてもらってます。まあ、この辺のエッセイなんかもそうですけども、車検2年付きで、あと新品タイヤの方もワンセット付けさせてもらって、もう全部込み込みで店頭渡し20万円で車検2年付きでの販売とさせてもらってますね。もうね、なタイヤこのね軽自動車ご制約いただいた時にもうサービスタイヤでもう1台にワンセット付けさせてもらってたんで、なタイヤの方はもうなんつうの一気にね、タイヤ屋さんの方から量を買います。この代わり少しお値段勉強してくださいっていうねそんなやり方でやらせてもらっておりましたねえ、まあ一応こんな感じで、まあタイヤに関してもだからね、せっかく在庫もああやってタイヤいっぱい持ってるから、まあご提供、まあ、販売の方もさせてもらおうかなと思いながらねやらせてもらっておりました。この辺の節約者コーナー、ピースの一番得意なコーナーね。あ、ほんでね、本日、ありがたいことにね、茨城県の方のお客様がご来店いただきましてね、いやありがとうございます。ほんとありがたいです。ピースね、福島県の相馬市ってところで商売やってるんですけども、ほんとね数ある車屋の中からね、茨城県の方からわざわざご来店いただいて、こちらの N ワゴンご制約いただきました。本当にありがとうございます、ありがたいです、ね、YouTube の方見てくださってたみたいでね、動画いつも見てるよなんてお声かけいただいて、こちらのね N ワゴンの方ご制約招待しました。本当にね感謝いたします。これ初めてピースで仕入れしてきた N ワゴンでした。今まで N ボックスとかはちょっとずつ仕入れはしてはいたんですけども、 N ワゴンなかなかこの値段のお礼合わなくてね買えなくていたんですよ、ね、先日これ
うまくね、値段折り合いあったんで仕入れでは来たんですけれども、やっぱり値物は売れねえなと思いますね。ピースでやっぱね、基本的にうち20万円とか30万円の乗り出しの車が一番あの制約率が高いです。なんだけども、まあやっぱりね、こういう風なこの辺が一番ね、一番得意なんです。一番得意だし一番制約いただいております。なんだけどね、たまにやっぱりちょっとこう金額の張るやつも何台か並べとかねっかなと思いながらねこの辺のもね挑戦してるつもりで仕入れの方やってました。でもそういうの見てくださってて、本当にあの来てくださってご制約いただけるなんていうのはね、本当ありがたいですよ。こちらの N ワゴンの方もね、しっかりと、バッテリーの交換させてもらいます。あとプラグイグニッションコイルの方ももう走行距離がね、まあ乗ってる車ではあったんで、もう納車前に、イグニッションコイルプラグの方も新品交換させていただいてね、引き渡しの段取りさせていただきます。ありがたいです。こうやってね、いろんな地区のお客様に来ていただけるのは本当に感謝でございます。あ、それとね、これレセルシオでございます。先日ねご制約いただいてた、セルシオになるんですけれどもね、こちらの車もね、YouTube の方を見てくださってた視聴者の方で、遠方の方よりご制約いただきました。こちらの車はね、なんと大阪の方のお客様でね、わざわざね、本当に陸送費用高いです。あの陸送費用ね、かかるんだけども、このセルシオをご制約いただいておりました。ありがとうございます。今ね、ナンバー登録、来週頭にはナンバーの方、うちの方に、ね、取り付けできるかと思います。動画の方を見てくださってて、多分ね、なかなかこの手続きかけるのにも時間の方がかかってたんで、心配されると思ったんで、あの今順調に進めておりますんでね、来週中には、ナンバー取得できてますんでね、あとは陸送手配の方かけて、今月中にはお手元にお届けできるかと思いますんで、あと内外装の、磨きコーティング等かけながら引き渡しの段取り組んでいきます。セルシオこれね、いい車だね、本当にセルシオ。やっぱりあれだね、私セダンが大好きなんですけども、本当これ乗り応えがいいですよね。初めてセルシオ乗った時もね、いやなんだこれいい車だなと思ってさ、運転してて楽しいんですよ。本当に乗っててね、乗り応えがあるね、ガソリン使ってて、もったいなくなかったね燃費は案外ね、燃費もここまで悪くなかったし、まあまあ軽自動車とかと比べてやっぱ燃費はねガッと落ちちゃうんですけども、でもイメージしてるよりはほんの悪くなかった ね、まあ、とりあえずこちらのセルシオ、しっかりと仕上げて、あと引き渡しの段取り組んでいきます。もう少々お待ちください。こんなとこかな、とりあえずはこんな感じで今日も仕事の方やっておりました。明日はね、宮城県の方のオークションあったんで、ちょっとねそっちの方のオークションに行こうかなと思っております。またいろんな車ね仕上げていきます。お、そういえば今ガクトのお友達今ね修理に来てくれてて、おいガクト、こんにちは、なんとかなるか、はい、ただいまガクト、エアコンのファンモーター、ブロワーファンモーターの交換やってます。このねエアコンのねブロワーファンってね、結構ね、まあ、ある程度の距離が来た時に焼けついちゃったりね、固着しちゃったりするんですよ。今ガクトもね何回かこのブラーモーターの交換っていうのをやったことあったんで、今お客様のお車なんですけども、ガクトのお友達がね来てくれて、ね、ガクトに今やってもらっておりました。はい、とりあえずねガクトもねちょっとずつねいろんな仕事やってます。まあ、まだまだねできないことだらけですけども、でもいろんなことね挑戦しながら、まあ、私も挑戦してるつもりですけれども、ガクトにもねいろんなことできること挑戦してもらおうと思って
適当でやってもらおうかなと思ってました。この辺のこれガクトが自分でオークションから自分の目で、落札してきた車たち、ガクト CD コーナー3台しかないんですけどもね、こんなのも並べてありますんで、ピースでね20万円30万円の軽自動車が一番得意でね、取り扱いやっております。どん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 車の方仕上げていきますんでね、ストック在庫もまだまだねいっぱいございます。明日もねオークションの買い付けうまくいけば、シルラ車の方何台買いかわかんないんですけども、ちょっとね動画の方も撮っていこうかなと思っております。とりあえずこんな感じでね今日も仕事の方やっておりました。いや寒いね、本当に冷えてきたわ、寒い。20万円30万円の軽自動車一番得意でね取り扱いやっております。足替えの車お探しの方いらっしゃいましたらご相談どうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。